こんにちは。あの、例のやつっていう話をね、また蒸し返したいと思いますけども、例のやつってね、あの、様々なサービスがある中で、一つね、あの、ほとんど何もせずにお金だけ増えるっていうコースもあったんですよ。で、それを売りにして、ビジネス全体を、まあ、目指させていた、売り込んでいたわけなんですけども、まあ、私の方はその、ほとんど何もせずにお金が増えるよっていうのも利用していたんですけども、基本的には化粧品を仕入れて、 集客をしてその化粧品をセールスするってことを積み重ねていったんですよねですんでほとんど何もせずにお金をあの上げますよっていうサービスが終わっても特に私は困らずにビジネスを続けることができて稼ぎ続けることがその例のやつでできたんですよねでもほとんどの方はその自動でお金が増える方法をなくなっちゃうともう打つ手がなくなっちゃって「なんだ詐欺じゃねえか」みたいなことを言い出したんですけど私とは全然考えが変わりましたねそこはね むしろ私はサービスの一部が停止したぐらいで会社全体は機能してるから今度その残存機能を使って稼げばいいだけじゃないのって思うんでそういう放送を続けてきたんですよ。その結果こんな稼ぎ方ができますよこんなやり方がありますよこんなふうに私は実績益作りましたよっていうのを3年ぐらいずーっとね毎週うに放送してきて今に至るんですけどもでそういった方がね残存して稼ぎ続けてる方が今度集まって NFT 事業っていうのをスタートしたんですよ。 で、昨日説明会があったんですけども私も参加しまして NFT の事業が始まるみたいだよってことでお知らせしたらあじゃあ,あのそっちの方にも参加しますみたいな感じで長い付き合いをねしてくださった方がそちらの方にも参加してくださったんですよ。これが今どういうことかっていうと私がずっと放送ビジネスそうやってあの手この手を紹介しなかったら多分ねこの NFT 事業に行き着かなかったと思うし行き着いたところでじゃあ一緒にやりますって人も生まれなかったと思うんですよ。 でここで言えるのは確実に自分がやってきたことは今でも使えるってこと自分がやんなかったら今日使えるものがないつまり手詰まりってことなんですよね、うん、だからあらゆる機会を生かして自分でやるまさに吉谷さんの考えとも共通するわけなんですよ私は自分で撮影して自分で発信して自分で集客して自分で販売してきて自分で商品作ってきましただから商品を作らなくてもどっかから借りくればいいみたいな代理店ビジネスはそれに比べたらだいぶ楽だなというところがあります 商品が来るんでねで、商品っていうのは化粧品ですからサプリメントですからそれを作ろうと思ったら個人では無理ですよだからその商品をどっかで作ってくれて「はい1万5000の仕入れね」ってやってくれたら安いなって感じますよねこれを自分で作ろうと思ったら何千万かかるんだろうと思っちゃうところですからねいってらっしゃい